クライオチャンネルをご覧の皆様、いつもありがとうございます。ありがとうございます、はい、本日は私川久保と練馬店店長の藤森さんを迎えまして、マセラティクーペを試乗インプレッションします。久しぶりですね、はい、なんか自然と笑みが嫌いではないです。嫌いではないですね、はい、でまたこのマセクーペは、まあ、マセクーペってもう略しちゃってますけど、はい、カンビオコルサですね、まあ、ローダウンしてて、はい、なんかホイールを車外のホイール入れて、ね、ブラックアウトさせて、あとスモークテールとか、はい、ところどころちょっとサーフスキーが入ってたりすると、あんまり私コテコテするの好きじゃないんですけど、あのまとまってます。まとまってますね、はい、かっこいいです。男っぽいですね。でこのまたマセラティのこのトライデントがなんか生きてるというか、多分これ社外だよね、このマーク。どこで売ってるのか分かんないですけどそうどこで売ってるか分かんないけど綺麗に、ね、はまってるんじゃなくて、もともと入ってますね。そうなんです。ブラックキャリパーもおしゃれですね、はい、でこのエンブレムタとかこのウィンカーとか、はい、この辺もやっぱりなんかスモークに合わせてなんかエンブレムを、ね、うん、塗装してるのかなっていうぐらいのガンベタっぽいお色になってますね、はい、でこのリアもここにスモークテールついてて、はい、あんまりエグくないところがいいですね、こすぎず、はい、でこのまた同色になってる。でこの鍵、この鍵があれ、はい、あれなんだよね、ちょっとこの年代2004年はキワなので、旧型のこうちっちゃいリモコンのタイプと、黒い3200の時に使ってた鍵 と、はい、このクーペのこのこの後グランスポーツですかに使う鍵と一緒ですね。なるほど。でもこれも結構陥没しちゃうんだよね、うん、後から作るとみんなこれになっちゃうんですけどね。オートランクと、ね、まあ、マセラティ歴代あの広くはないので、確かに、はい、まあ、あの子供ぐらいしか入れないですけども、はい、入れちゃダメですよね、はい、その分逆にこのサイズで後ろの席は大人座れるんで、そういった面では座る分にはちゃんと座れるよっていうところもありますね。ポルシェなんかはやっぱ座れないので。なるほど。あとちょっとエンジンルームも開けてみましょうかね、はい、もうなんて言ったってなんて言ったってフェラーリエンジンですから、はい、この値段でフェラーリエンジン買えるわけですから。確かにフェラーリの430、そうですね、基本骨格は一緒です、はい、タイミングベルトもこれからはチェーンなので。そうチェーンなんですよ、はい、それはね、まあ回ります。すごい素晴らしいエンジンですよ、はい、なので別に、あのここがあのね、あの本来メッキのトライダーなんだけど、はい、黒いブラックスワロにギリ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 かっこいいかなぐらいですでも藤森さんはね、スワロあんまり好きじゃない、あんまり好きじゃないですけど、まあ、あの元に戻せるんで、はい、でもっと言うとここも本当はねメッキなんだけど、はい、黒くしてますね。じゃあ黒く、黒のメタリックで結構芸細かいんですよ。すごい結構細かくこだわって、ナンバーも擦りやすいんでちょっと角度つけたり。確かに、はい、あとここのメッキはさ結構さくすんじゃうんですよね。錆びちゃうっていうかね、くすんじゃうっていうんで白っちゃけちゃうんで、まあ綺麗に仕上がってるかなと。まあ仕上げたのはうちじゃないんだけど、はい、まあところどころこの年代はあのマセラティ病っていう見た目のスポイルされてしまうところが多いんですが、それ全部改善されてるんで、なるほど、はい、非常にこの辺はまとまってますね。でこれは2万8000キロの時にクラッチも交換してあって、クラッチ交換されてます。あと、はい、まあ辛口で半分ぐらいなんで、まだあと半分の走れます。なるほど。あの減らないやり方もレクチャーしますんで。わかります。はい、じゃあ早速、じゃあマセラティクーペ試乗インプレッションしましょう。はい、よろしくお願いします。おお、これはスポーツマフラーが入ってるだけあって音がいい。フェラーリのその車外マフラーとはまたちょっとまたね色が違うというか、はい、結構見てらっしゃる方は音を取ってほしいって言われる声もあるんで、ちょっと今日は音もだいぶいい音する。ストロークが短いですからね、今のマセラティと違って、お腹に響きますよね。佐々木さん、ちょっとマフラーのあたりもちょっと撮ってもらっていいですかね。いきますよ。はい、じゃあ行きましょう。じゃあ行きましょうか。そう、車内にもこのマフラーの音がワイパーが速い。入れも単純な作りじゃあ作りなので、完結はそんなに賢くはないですけどね。なんまあ、この車は本当見た目と走りですから、ね、いろいろ言っちゃいけないですけど。ワイパー早い。ほら、ちょっと。です。僕なんかもう一回一回やりますね。やっぱいたしゃって感じがすごくする。ただもう本当これは、マセ病が全部治ってるんで。
ペタ付きもないし、ペタ付きなし、カーボン、カーボンつけてるし、ね、もう全部ここまでカーボン、こんなパーツあったんだって、そうですね、ここもベタつくんですけど、あ、本当だ、わあ、これはいい、スベスベ、革のたるみも全然ないんで、なんか本当にお金をかけて愛されてるなっていう感じですね。うんうん、セミオートマの名称が、あの、いろいろ F1 とか、この後は、何でしたっけ、デュオセレクトとか言いますが、あ、はいはい、この時代は、カンビオコルサっていうのが、セミオートマの総称ですね。で、こういう時にもう、すぐニュートラルに。に入れると。はい。あ、それがクラッチの、ね、もう塵も積もれば山となる。え、ここ、この、え、停止してるときも、止まってるときは必ずニュートラルにしてもらってください。へぇー。これがもう、なるほど。1万キロぐらい変わってきますから、これで。本当。なんかその走り出しの、ローの時も、あれかと思ったけど。少しガッと踏まないで、トルク乗ってきたらすぐに。あシフトダウンはね、ある程度荒っぽくやってもらって大丈夫ですけど、なるほど、加速の時とあと低速の動き、これでもクラッチすぐ来ますので、はいはい、おおです、慣れてないとここで吹かしちゃうんで、もうマニュアルだと思って乗ってください。お、早い、そんなになんか触れてるぐらいなのにどんどん加速してくる、アクセルペダルもえらりですから、これはなんか改めて乗るとすごい車、もう激、そう思うとすごい激安なんですよね。確かに売れてる、うちなんか本当よく売れてますが、結構脅かして僕も売りますけども、クレームほとんどないですからね。あ、なんか19インチ入ってるせいかやっぱちょっと足は硬い、そうですね、ちょっとこうゴンゴンきますが、多分高速乗っちゃうとすごくいいんだと思います。贅沢モードのこのボート、はい、これは絶対触っちゃダメですね。そうなの？触っちゃダメです。触っちゃダメなの？これは試しに乗ってもらって構わないですけど、じゃあちょっと試しにオートで、ね、この低速の動きだけで500円分くらい使ってます。へえー、あ、でも今ちゃんと基本的にあのなんですかね、コーンズのモデルだと、はい、何回やったのか、6回ぐらいプログラム変更あるんですよ。初っ端に来た時は本当にヨーロッパ仕様みたいな引っ張り引っ張りだったんですけど、クラッチすぐオートで乗ってるとぶっ飛ぶんで、プログラムをこれ日本仕様変えてるんで、今みたいに割と低速でギアが上がるようにはなってるんですけど、とはいえオートだとやっぱり倍減ると思ってもらったらいいです。じゃあこれってクワトロボルテとかもやっぱりオートで乗ると同じです、よくない、同じです、まあ、こっちで操作してディスク版が分厚くなっただけの話なんで、基本的にエンジンは同じエンジンのシリーズ使ってますからね。なるほど、ここがいい音するな、これ飛ばしたくなるね、このままサイズもちょうどいいですからね。確かに今のまあギブリが出ましたからあれですけど、本来はこれぐらい小ぶりな、オープンもっと短いですからね、オープン20センチぐらい短いって、確かに、まあ、フロントヘビーなセッティングではあるので、曲がるかいって言われるとそう曲がらない車ですけど、直線はやっぱり 3200GT かなと、結構びっくりするぐらい速いです。 3200GT で昔マニュアル、はい、乗ったことがあって走行テストで乗ってたんだけど、とてもじゃないけどアクセルベタ踏みなんかできない。あのバイクのウィーリーみたいになりますからね。そうってなるんで、本国じゃあれのワンベイクレースもありましたからね。あれはとんでもない車です。なんかそれに比べるとなんかやや味付けが、そうですね、これも年代も簡単ではないというか後半になってきてるんで、日本仕様の場合はさっき言ったように滑らかにはなってますけれども、コンピューター変えるととんでもなくなったりするのもありますね。まあそれもチューニングになっちゃうんであれですけど。へえ、すごいな。あ、こっちレジもついてますね。大して入らない。これ自体が CD チェンジャーなんで。あれチェンジャーなんだっけ？これ1枚だけじゃなくて。いや、チェンジャーになってますから。ああ。中にウィーン。ここはなんかダミー。ダミーですね。1枚掛けのやつもありますけど、
これ自体の中にチェンジャーが入ってますね。オプションですけど。すごい車ですよ。これで380-390馬力ぐらいの 4.2 リッターと思えないほど速い。音がすごい。でもちょっとやっぱりなんだろう、少し60キロぐらいで走ってるとビリビリジジジジ音というか、パイプも独特の。純正だとそんなにしないですけどね。今もう本当お尻に響いてます。現在売れちゃったらごめんなさいですけど、あのこれとは正反対のすごいあのラグジュアリーな現在とも持ってますので、ノーマルの、うん、それはそれですごいかっこいいので、どっちか選べるのもこちらなので、もあいいの緑のパネルがすごい、すごいすごい数字が見やすい。回転ぐらいからもうフェラーリですね、音が。確かに。ああ、シフトダウンもいい。いいですね。わあ、これは。いや、フェラーリサウンドですね。これはまさに。テレビも映ります。惰性で、あ、これでもね、ミラーがちょっと見づらい。下がったりもしますけど、ね、後ろ側のフェンダーがやっぱ膨らんでる部分。ミラーのね、表面がちょっと見づらいんです。あ、やっぱりね、ブレーキちょっとね、かかってる。そう。オールドモード的な。そうです。はい。ごめん。じゃあ、ジムさん運転を止めましょう。だとかその居住空間は乗用車感覚に加工されてるから、なんか女性の方でもね、最近多いですよ。はい、でも内装の状態がパネルだけじゃなくても全部綺麗だよね。ダッシュボードかかってますね。タイヤの山もしっかり残ってるし、ここからはさっき急にお金かかりそうな感じはないので、
僕は無意識にできなかった。あ、やっぱりアクセル最初のやっぱ走り出しはぐーっと踏む。ぐーっと踏んじゃうと行っちゃうんで、もうすぐ高いギアで行くと、どうしても滑りますから、あのフライホールとクラッチパンでこう真ん中ザッとずれると、それが最後デコボコになってきて、クラッチフィャーンって抜けちゃうんで。あ、機体はちゃんとクラッチになくなってくるとピーピーってなるんで、うんうんうん、でクラッチ交換でだいたい60-70万、60万が平均ですかね。なるほど。フライホールとかあの辺とかって、うん、でもこれも2万8000キロで交換してたってことはやっぱりそれぐらいは3万キロ手前ぐらいまでは走っちゃう。逆にもっと乗る人は乗りますし、うん、まあ、乗り方にもよると思うけど、このめんどくさいですけど、ね、タクシーに、ね、ニュートラルするだけで、チリがすごい。ハンクラ状態で待ってますから、少なからず離していただくことになります。なるほど。でもグランスポーツになるともっと耐久性がなんか 35% アップだからっていうね。もうグランスポーツ5万キロぐらいまでクラッチ交換しなくても。そうですね。平均メートルぐらい持ってますから、共有性はないらしいですよね。これはこれ、あの、ガチワッチなんで。これもあれですかね、エアコンはちょっと弱かったり。強くはないですね。だからできればもう1年間通して回しておいておく方がいいです。あ、冬だから切っちゃうとかって言うと結構低圧のホースから抜けちゃったりしやすいので。なるほど。エアコン多いですね、交換結構します。まあリミット品も出てますけど、うん、でもこの後継モデルがグランスポーツで、グランスポーツもまた10年落ちぐらいになるとまた400-500万ぐらいの価格帯に。そうですね。なってくるともうみんな欲しい人多いんで。あ、フロートマチックがね、2007年からグランスポーツとか、グランスポーツじゃない、グランツーリズムとかが出てくるんでね。グランスポーツはもうこの後でやっぱ攻めようとまで終わりですけども。確かに。でも僕がこの会社に入社した時はこれが多分現行モデルでまだ発売されてたわけで、はいはいはい、やっぱすごい高い車だったなっていう。芸能人さんね、あの業界の方多かったですね。多かった。これははい、本日マセラティクーペ試乗お疲れ様です。お疲れ様。いやー、皆さん、はい、これ良かったですまあ、この辺のコンディションは本当にいいんですね。うん、すごく心得てて、コンディションのいい車が結構本当に悪い車がいっぱいあって、いっぱいです。いくら車が、程度悪い車が来たって、車屋さんで、あの、綺麗にできるその限界値っていうのがこれだとほとんどコストかけてなくて、もう本当になんか水洗い掃除機とちょっと内装、ちょっと拭き上げしたぐらいで、めっちゃ磨いてるでしょうね、綺麗に車が入ってくる。あと車屋さんがエクサイしてたけど、クラッチに関してはやっぱ耐久性アップさせるために、静止の時は必ずミュートル入れると。6歳ですけど、それが1回何百円、何千円だった1回入れなかったら、500円使ったなみたいな。理想、理想はバックもしないことですわかりました。じゃあ、あの、総評ですけど、5点満点で、藤森さんの方から。4.1 新しい、はい、4.1。これは確かにノーマルパターン。ノーマルです。僕はですね、5点満点中 4.5 点かな。で、まあ、車としては、まあ、同じで、まあ、ノーマルが一番好きなんで、あの、その辺で、まあ、1点減点からの4点なんですけど、プラス 0.5 点は、やっぱり価格が、今やっぱりこのパフォーマンスに似合わない、ものすごい安い価格で車が買えるんで、まあ、安いからいいですよっていうわけじゃないですけど、要はもともと1000万円以上した車が今300-400万円、グランスポーツで500万円前後。で買えるってことは、やっぱりまあいいお買い物になると思います。ちょっと商売機が出ちゃいましたけど、次も値段残りますからね、値段少ないんで。でここ今底値だから本当に値段下がらないんで、距離伸ばしちゃえばその分下がっちゃうと思います。はい、じゃあ本日は2004年モデルのマセラティクーペ神尾コルサでした。ありがとうございます。